ボルフは、タジキスタン北西部ソクド州イスファラ地区の山跡である。キルギス西部のバトケン州バトケン地区に囲まれた飛び地になっており、北の本土とは幅4キロメートルのキルギス領で隔てられている。キルギスにとっても、ボルフが東西をつなぐ、交通の要所となっている。人口については飛び地を呼び、辺境地ということもあって正確なものはないが、 タジキスタンの UN コーディネーションでは23,121人。OCHA によると1万人から3万人程度と見積もられている。面積は94平方キロメートルと推測される。谷沿いの肥沃な地で遊牧民のキルギス人に囲まれ、農耕民族のタジク人が農業を営んでいたため、スターリン時代に 西トルキスタンが分割される際に、タジクソビエット社会主義共和国に編入され、飛び地となった。リスト・オブ・ジャモッツ。UN コーディネーション、トジカスタン。2011年7月16日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2009年4月4日閲覧。ボーダー・インシデンツ・イン・セントラル・アジアン・インクレイブス。ありがとうございます。